ご苦労様です。ただいまの出席議員数は14名です。定数数に達しておりますので本日の会議を開きます。本日の議事日程はお手元に配布の通りであります。日程第一、これより本定例会議から付託をしておりました議案第40号から議案第55号および請願第2号までを一括して議題といたします。以上の案件に関し各委員会における審査の過程および結果について各委員会委員長の報告を求めます。最初に教育民生常任委員会委員長笹川博美議員。教育民生常任委員会における審査の過程並びに結果についてご報告いたします。今定例会議で付託されました案件は議案4件であり、執行部からの説明を求め慎重に審査をいたしました。審査の過程における質疑意見など主なものについて申し上げます。まず議案第47号、平成29年度中能登町一般会計補正予算について、歳出第3巻、民生費、学童保育事業、備品購入費210万1000円の増額補正について、建設中の鹿島放課後児童クラブに使用するための机、テレビ、冷蔵庫などの備品購入とのことだが、旧越路小学校や現在利用している場所から物品を持ち出して活用する考えはないか説明を求めました。現在、ラピア鹿島で利用している場所は、以前、保健センターとして利用していたことや、今後、図書館整備の計画もあることから、必要なものだけを持ち出し、また、旧越路小学校は、鹿島地区小学校の統合時に学校で使えるものはすでに持ち出されており、使えるものがないため、今回、備品購入を行うとのことでした。次に、同じく議案第47号、第4巻、衛生費、環境衛生事業、スズメバチの巣の駆除補助金35万円の増額補正について、当初予算で15件分の計上をしていたが、現在までに52件の申請があったとのことだが、発生の多い地区などはあるかとの質疑に対し、特定の地区に多いということはないが、9月以降に申請が増加したとの説明を受けました。次に第10巻、教育費、中学校管理費、光熱水費66万円の増額補正で、主に電気料とのことであるが、適切な使用がなされているかなど、増額理由について説明を求めました。これについて、蓄電熱を利用するなど、節電に努めていたところではあるが、北陸電力による再生エネ賦課金などが増額したため、今回の増額補正となったとのことであり、今後も適正な利用に努めていくとの説明を受けました。また同じく第10巻の中学校管理費、工事請負費55万4000円の増額補正について詳細な説明を求めました。現在、中学校には視覚、情緒、聴覚の3つの特別支援学級があるが、来年度は病弱の生徒のための特別支援学級の教室を設けるため、必要な環境を整えるための工事費として増額補正したとのことでした。加えて、現在、医療的配慮で看護師が必要な生徒はいないか、また今後医療的配慮が必要となった場合はどう対応するかとの質疑に対しては、現在、医療的配慮が必要な生徒はいないが、将来、そのような児童・生徒が入学された場合は、相談をしながらしっかり対応したいとのことでした。質疑終了後、討論・採決の結果、当委員会に付託されました議案4件については、全会一致で可決いたしました。なお、今回報告いたしました結果につきましては、お手元に配布済みの委員会審査報告書の通りであります。
以上で教育民政常任委員会からの審査結果の報告を終わります。次に総務建設常任委員会委員長宮下為幸議員。総務建設常任委員会における審査の過程並びに結果についてご報告いたします。今定例会議で付託されました案件は議案13件、請願1件であり、執行部からの説明を求め慎重に審査をいたしました。審査の過程における質疑の概要について申し上げます。まず最初に議案第46号中野戸町税条例等の一部を改正する条例について、今回の改正に関わる税額の変更点について説明を求めました。これに対し、執行部からは、今回の改正では、軽自動車税の税額に変更なしとの説明を受けました。加えて、条例改正後は、従来、県税であった自動車所得税が廃止され、代わって環境性能割となり、徴税となるが、当分の間は県が代わって徴収する。また、徴税の県自動車税は、種別割と名称変更となる旨の説明を受けました。続いて、議案第47号、平成27年度中野戸町一般会計補正予算の歳出では、全館にかかる臨時雇い賃金の計上に鑑み、職員の健康面における体調不良等による病欠等の現状について説明を求めたところ、保育士を含む正規職員231名のうち、病欠4名、育休8名、産休2名、計14名であり、今後心身ともに健康管理に十分注意を行うとの説明を受けました。次に同じく歳出第2巻総務費取屋庁舎管理費事業管理事業工事請負費16万円の増額補正、梅の里公園遊具撤去工事請負費で撤去する理由及びその後について説明を求めました。これに対し、危険性の高い遊具は撤去し、その後の設置等については検証する旨の説明を受けました。加えて今後も町公共施設の遊具すべての点検を毎年行うとの説明を受けました。次に同じく歳出第2巻交通防犯対策費、地区防犯設置補助金400万円の減額補正について、当初予算上は1000万円だったことから、実質見込み600万円について内容説明を求めました。これに対し、地区防犯棟は町内全域で約3000棟設置しており、地区要望による LED 防犯棟への更新等を行うもので、整備費は1棟当たり約2万円、うち地区は1万円の負担で、平成28年度までに約1300棟設置した、今年度は約600棟の整備済みで、今後はこれ以上の要望がないものと判断して減額したとの説明を受けました。また、地区要望の LED 防犯棟を一度に何棟まで設置できるのか、説明を求めたところ、予算の範囲内でおおむね10棟までとの説明を受けました。次に同じく歳出第2巻、企画総務費の印刷製本機、18万6000円の減額補正について内容説明を求めました。これに対し、JR 七尾線や路線バスの時刻表改正による増額補正である。なお、運行体系の見直しについては、地域公共交通会議を改正し、議論する旨の説明を受けました。次に同じく歳出第7巻、商工費、企業誘致事業、企業誘致補助金640万円の補正、増額補正に伴う助成率 10% について内容説明を求めました。これに対し、新規事業として立ち上げており、設備投資に対し 10% を適用したとの説明を受けました。次に議案第50号、平成29年度中野戸町下水道事業特別会計補正予算第1巻総務費公共下水道施設管理費汚泥処理の委託料
委託料の減額補正に伴い、これまでバイオマスメタン発酵施設で無料配布していたオデーの数量について説明を求めました。これに対し、バイオメタン発酵施設から出るオデーについては、肥料登録申請中であり、現在のところ無料配布しておらず、民間業者への処分を委託している状況である。肥料登録の許可が下り次第、無料配布する予定であるとの説明を受けました。次に、議案第52号、平成29年度中能登町ケーブルテレビ事業特別会計補正予算管理費番組制作の委託料194万4千円の増額補正について内容説明を求めました。これに対し、番組制作では複数台のカメラが必要であるが、昨年と比較し、カメラ担当の男性職員1名減、女性職員1名も産休となり、行事が重なった場合に職員の人手が不足するため、業者への委託経費を計上したとの説明を受けました。次に、議案第54号及び議案第55号、町有財産の無使用貸し付けについて、1、貸し付けする敷地内へ誰も入らないような措置を行うのか、2、建物修繕等は誰が行うのか、3、敷地プールの水は残すのかについて説明を求めました。これに対し、まず1点目、かつ事業者へ侵入禁止等の表記するように協議する。2点目、修繕は事業者との話し合い協議する。3点目、プールの水は越井小学校では抜き、三親小学校では未定であるが、地元の防火用水として利用するため、残す考えもあり、再度事業者との話し合い協議するとの説明を受けました。以上、質疑の主な概要でございます。質疑終了後、討論採決の結果、当委員会に付託されました議案13件のうち、議案第40号、42号、45号から47号、そして50号から55までの議案11件については、全会一致で可決いたしました。また、議案第43号、中能登町議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例について、及び議案第44号、中能登町常勤の特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についての議案2件については、賛成多数で可決いたしました。続いて、請願1件については、全会一致で採択いたしました。なお、今回報告いたしました結果につきましては、お手元に配布済みの委員会審査報告書のとおりであります。以上で総務建設常任委員会からの審査結果の報告を終わります。暫時休憩します。再開します。宮下議員、訂正いたします。取得税という点ね、これを取得税、はい、に訂正いたします。以上で各委員会の委員長報告が終わりました。これより各委員長報告に対する質疑を一括して行います。質疑はありますか。12番、若狭昭彦議員。ただいま、総務委員長報告があったわけでございますが、第2巻交通防犯対策費、地区防災等設置補助金400万円の減額補正でございますが、当初は1000万円の予算を組んでたと。ところがですね、実績は600万円で終わりましたということなんですが、当初の計画と大幅な、なんて言いますか、差があるんですが、これについてなぜこうなったのか、それとまたその後に、要望があれば、おおむね10棟まではできるということなんですが、その10棟も地域の人たちの要望がなかったのかどうなのか。
その点、答弁をお願いいたします。宮下委員長。減額補正になった理由について述べたいと思います。当初は予算計上はまあ1000万円であったわけですが、簡単に申し上げて、地区要望が少なかったということです。少なかったということですね。地区要望が要するに、かなり地区、例えば1棟2万円で、1万円助成するということで、要するに、まあ、その地区の、在所の所帯によって買って、結局、まあ、例えば今年は今年度は5棟にするとか、そういうような、感じに、なりましたので、思ったほど、要するに予算が余ったということだと私は思います。若狭議員。ただいま総務委員長の説明があったわけなんですが、地区要望が少なかったということなんですが、ある程度その地区に限定して、数はあんたのところ割り振ってしたのか、それとも希望されたところ全部したけど、これだけで終わったのかということをちょっと説明をお願いいたします。宮下委員長。まあ、私らが説明聞いたのでは、その地区の、まあ金がかかるものですから、2万円で、行うと金がかかりますからね。で、まあ財政が地区1万円、補助線なんていうことで、思ったような数が、出なかったということで、了解をしていただきたいと思います。他に質疑の方はありませんか。ないようであります。これで質疑を終結します。これより議案第40号から議案第55号および請願第2号について一括して討論を行います。まず反対討論の発言を許します。はい、以上。2番土本実議員。2つの議案について反対討論するものであります。議案第43号中野戸町議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例について、議案第44号中野戸町常勤の特別職の職員の給料に関する条例の一部を改正する条例について、両議案は期末手当支給率の改正であり、反対するものであります。理由は2点。1点目、総務副大臣通知には、地方公共団体に対し、行政の合理化、能率化を図り、適正な定員管理の推進に取り組むよう要請するとあります。この要請に対し、取り組みが道半ばであること。2点目、今後、さらに厳しい財政状況が予想されること。以上の理由から、町民の理解が得られないと考え、各議員の賛同を求め、反対討論するものであります。他にありませんか。次に賛成討論の発言を許します。内容であります。以上で討論を終結いたします。次に採決を行います。議案第40号中野戸町公共施設等総合整備基金条例の制定について、議案第41号中野戸町学校給食費徴収条例の制定について、以上の議案2件について一括して採決します。お分かりいたします。本件に対する委員長の報告は全会一致で原案のとおり可決であります。本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。全員であります。起立全員であります。よって議案第40号および議案第41号は原案のとおり可決されました。
次に議案第42号、中能登町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例についてを採決いたします。お諮りいたします。本件に対する委員長の報告は全会一致で原案のとおり可決であります。本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。起立、全員であります。よって議案第42号は原案のとおり可決されました。次に議案第43号、中能登町議会議員の議員報酬及び、議案第43号、中能登町議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例についてを採決いたします。お分かりいたします。本件に対する委員長の報告は賛成多数で、原案のとおり可決であります。本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。起立多数であります。よって議案第43号は原案のとおり可決されました。次に議案第44号、中能登町常勤の特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてを採決いたします。お諮りいたします。本件に対する委員長の報告は賛成多数で、原案のとおり可決であります。本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。起立多数であります。よって議案第44号は原案のとおり可決されました。次に議案第45号、中能登町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、並びに議案第46号、中能登町税条例等の一部を改正する条例について、以上の議案2件について一括して採決します。お分かりいたします。本件に対する委員長の報告は全会一致で原案のとおり可決であります。本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。全員であります。起立全員であります。よって議案第45号及び議案第46号は原案のとおり可決されました。次に議案第47号、平成29年度中能登町一般会計補正予算。議案第48号、平成29年度中能登町後期高齢者医療特別会計補正予算。議案第49号、平成29年度中能登町国民健康保険特別会計補正予算。議案第50号、平成29年度中能登町下水道事業特別会計補正予算。議案第51号、平成29年度中能登町分譲宅地造成事業特別会計補正予算。議案第52号、平成29年度中能登町ケーブルテレビ事業特別会計補正予算。議案第53号、平成29年度中能登町水道事業会計補正予算。以上の議案7件について一括して採決します。お分かりいたします。本件に対する各委員長の報告は全会一致で原案のとおり可決であります。本件は各委員長の報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。起立全員であります。よって議案第47号から議案第53号は原案のとおり可決されました。次に議案第54号、町有財産の無償貸付について、議案第55号、町言うた方がいいか。はい、もう一回言います。議案第54号、町有財産の無償貸付について、旧越路小学校校舎等、
議案第55号町有財産の無償貸付について旧三輪小学校体育館以上の議案2件を一括して採決します。お分かりいたします。本件に対する委員長の報告は全会一致で原案のとおり可決であります。本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。起立全員であります。よって議案第54号および議案第55号は原案のとおり可決されました。次に請願第2号大和台で違法に操業する外国漁船の取締り強化を求める請願書についてを採決いたします。お諮りいたします。この請願に対する委員長の報告は全会一致で採択であります。この請願は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。起立全員であります。よって請願第2号は原案のとおり採択することに決しました。お諮りいたします。ただいま提出者中川周平議員ほか賛成者5名から発議第4号大和台で違法に操業する外国漁船の取締り強化を求める意見書の発議1件が提出されました。これを日程に追加し直ちに議題といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。異議なしと認めます。よって発議第4号を日程に追加し直ちに議題とすることに決定しました。議事日程配布のため暫時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。追加日程第1発議第4号大和台で違法に操業する外国漁船の取締り強化を求める意見書以上の意見書1件を議題とします。発議第4号について提出者より趣旨説明を求めます。4番中川周平議員。ただいま上程されました意見書について趣旨説明をいたします。能登半島沖の我が国の排他的経済水域に位置する大和台はスルメイカやエビなどの水産資源が豊富で本県漁業者の多くが操業している漁漁場です。我が国固有のこの漁場で昨年秋以降多数の中国籍や北朝鮮籍とみられる漁船が無秩序な違法操業を繰り返しており、本年6月には数百隻規模にまで達しました。大和台の豊富な水産資源を根こそぎ捕獲する漁法により、資源の枯渇が強く懸念される状態となっています。国におかれては早急に主権の尊重など我が国の排他的経済水域を守る体制を整備し、漁業者の安全確保をするため、次の措置を講ずるよう強く求めます。1、大和台への巡視船、取締り及び航空機の重点配備を行い、漁船の安全操業の確保に万全を期すこと。2、毅然とした外交姿勢のもと、実効のある強力な取り締まりを実施すること。以上、地方自治法99条の規定により意見書を提出いたします。平成29年12月15日、石川県中能登町議会、よろしくお願いいたします。趣旨説明が終わりました。発議第4号は先に議員閣議のご理解を得ておりますので、質疑討論を省略し、直ちに採決したいと思います。これにご異議ありませんか。異議なしと認めます。よって発議第4号は質疑
及び討論を省略し、直ちに採決することに決定しました。これより採決します。お分かりいたします。発議第4号は原案のとおり決定することに、賛成の方の起立を求めます。起立、善意であります。よって、発議第4号は原案のとおり可決されました。以上で本会議に付託されました案件の審議はすべて終了いたしました。これをもって平成29年度中能登町議会12月定例会議を散会します。ご苦労様でした。